何をやっとるの。今日は何、のんちゃん、なんか教えてくれるの。今日は、股関節を柔らかくするストレッチをお伝えしようと思っています。キックボクシングは股関節柔らかい方がいいね、やっぱり。そうですよね。なるほどね。上がりますし、うん。いいですよね。なるほどね。はい、じゃあ、ネットランで早くやってよ。起きます。始めます。K スタイル、スタンベル。すごい地獄だよ。どうなん、いいかこれね。今日はキックボクシングに使えるストレッチを、はい、教えてくれるの。股関節、股関節柔らかくなる、はい。早速やりましょう。お願いします。お願いします。まず普通に。うん、新脚、はい、伸ばす、その足左、肩幅ぐらい、肩幅でも、もうちょっと広めに、なるほど、1メーターぐらい、まずは左の股関節そのままと一緒やと思って、右の方にこうぐーっと、ほう、はい、あ、できるやつか、はい、行きます。膝が痛い人はちょっと辛いですね。そうです、膝が痛い方はちょっと無理しないで、ポイントもあるんですけど、伸ばす方の足の右の位置、右方向を転じる状態で、体勢としてはお尻がこう浮いちゃってる状態ですね、はい、こうやってこう寄っちゃって、うん、なのでちょっとなんか足をぴったりまずつけるっていうのがいいんですよ。でそこから足を今度今天井に見せていただいているのでグッと後ろにすると必然的にお尻がこうグッと下に落ちるんですよ。そうするとここ分明って伸びてる感じですね。痛いですね。今度逆に手を前についていただいて、今度このつま先が前に倒れるようにぐーっと、この時に足は浮いてないのでぐーっと倒していただくと、今度前のこの股関節のところが伸びると思うんですよ。ちょっと顔真っ赤じゃない、ん、ん、顔真っ赤じゃない俺。もう酔っ払っちゃった。頑張ります。はい、今度そのままぐーっとお尻上げていただいて、はいはい、いや、これ来るね。はい、来ますよ。結構汗がジーンと来ると思うんですけど、今度またグッとつま先が天井に向けて上げて後ろに、でお尻を落とす。そうするとこう鏡見ていただくと分かるんですけど、お尻と床のこの間のところが狭くなっていけばいくほど伸びていく。で今度前に手を入れていただいて、つま先の前に向けていただくと前の方が伸びます。むちゃくちゃ伸びるねこれ。痛いですけど、結構上級者になる。なんでいきなり上級者やったの。戻ります。こちらも安心させていただいて、そういう方がもうおしゃれ。こんな感じで、でもこれやると、本当だ、伸びたね。難しい、こう横にこう開けた時とか、うん、ちょっと待って、さっき膝痛かったけど痛くない今。それ伸びたから、伸びたから、伸びたから、でも筋通ってきて、左へ、すごいな、あとはこう、蹴るじゃないですか、はいはいはい、蹴るので、今度はこの前後の、うん、なんていうんですか、股関節の可動域を広げていきたいです。で今は左右だったじゃないですか、今度は前後の可動域ってことで、そうだ、一歩ちょっと大きめに出してもらって、この手をそのまま引いてもらって、で足伸ばしてできるんです、で、もうちょっと向きでは、その状態に立っていただいて、そのまま手を添えていただいて、バランスがこうグラグラしたりしては手を添えていただくと大丈夫なんですけど、皆さん体感があるので大丈夫だと思って、ぐーっとこうお尻を地面につけていただくと、後ろのこの今股関節のところビキビキビキってなってると思うんですけど、なってるな、ここも痛いし、そうです、ここも痛い、うん、でもすごい伸びてる。で、まあ上級の方だと、もう足をどんどん前に引いていただいて、どん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 こう手をつけるの、はい、つけ
こうちょっとずつこう前に行っていただいて、伸びてるのはもっと下、すっごい伸びるねこれ。伸びるだけで、ストレッチ嫌いな人でもこれならできそう。嫌でもやらない。僕ストレッチやったことないんですよ。キックボクシング歴多分20年ぐらいなんですけど、ほぼストレッチやったことありません。めんどくさいから。これならなんかこのストレッチはやりやすい。本当ですか。これはもっともっともっと限界的に。いけるいける。はい、あ。柔らかくて。本当？うん、なんでストレッチが嫌いかっていうと、やってなんか自分のストレッチが下手すぎて、あんまり聞いたことがないんです。あ、そうなんです。これはもう分かるね、聞くとこが、はい、1箇所でしか出てないんで、めっちゃこのことをここに今聞いてる、はい、聞いてる時に使う場所だね。まあまあ、ちょっと膝が痛くない、さっき膝がもともと悪いんですけど、痛いんですけど、そう、そこの作業が痛くない、うん、すごいですね。普通に今着せた人って結構それだけこうねじるじゃないですか、うん、なのでこうなって背中の筋肉を伸ばす、これはめっちゃ気持ちいいんですよ。これはまずその手を伸ばしてみて、そのまま手をまず耳側の横の方が伸びてる。この時点でおそらくこの辺も。うわすごいね、おっぱら伸びる。伸びてると思うんですけど、伸びがあまりなと思うと、このお尻、左のお尻をぐっと揺らしていかないと、もっと伸びる。伸びます？伸びる。すごい伸びてる。うん、いや、もう汗めっちゃかいてる。終わりまーす。